はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。沢渡慎吾です。さあ、本日は妖精ロストトルネードをお見舞いしていこうと、思っております。妖精ロストトルネード、妖精10デッキですね。あのね、このデッキいいところ先に言ってきますね。見てください、メインデッキのレアリティ、そう、安いんですよ。非常に安い。これNR 大会で僕妖精10組んで使ってみたんですけども、結構強くて、これ結構レアリティ低いなと思って、まあガチでちょっと組んでみようかなと思って組んでみたんだけど、結局安かったっていう、まあそういうデッキなんですよね。まあ一応 SR いくつか入ってるんですけども、まあメインデッキの中 UR2 枚って結構すごくないですか。これすごいと思うんですよね。結構使いやすい、作りやすい、無課金の方でもいけるという話になってまして、でエクストラにいくつか UR 入ってるんですけども、これね、ほとんど使いません、エクストラ。ぶっちゃけ、まあ一応もちろん入れといた方がいいモンスターっていうのはいくつかいて、例えばバグースカとか、まあモンスターを除去できるね、バグースカと、ホープとか、とホープザライトニングとか、それからまあそれが戦闘を行った後にアーゼウス出すとかいろいろあるんだけどさ、まあ正直なくてもいけんのよ、妖精獣って。エクストラデッキなくてもいけんのよ、妖精獣なんで。正直ここはマジ適当っす。エクストラはなんか出せそうなモンスターなんか適当に入れたけど、あんま使わない。もうメインデッキだけで戦えるから、このデッキで。妖精獣デッキの、まあ、動かし方は、基本的にはこの長男、次男、三男を使ってビートダウンしていくっていう戦い方なんですけども、このね、沢渡慎吾くんがね、まあ強い、このモンスターが。これ一応ね、デュエルリンクスっていうゲーム僕実況いつもしてたんですけども、デュエルリンクスにこいついないんですよ。で、まあマスターデュエルの方でこいつ使ってみたんだけど、すごく強いね、このモンスターは。で、このモンスターはどういう効果持ってるかっていうと、自分のフィールドに他の妖精獣カードが存在していて、こいつが召喚に成功した場合、まあ例えば、まあ長男、次男、三男から、まあ、サブローカスバーンって出した場合ね、そうすると、妖精獣のペンデラモンスター1体を手段加えると。これは強い、非常に。で、ちなみに2万の効果は、ちょっと、今回はちょっと無視しました。本当はこれを使うと妖精ローストトルネードができるんだけど、妖精ローストトルネードを入れてると事故るんだよね、よく。なので、2番はちょっと、今回は使わずに、まあ、1番の効果を主に使っていくっていう感じですね。で、召喚に成功したので、エンドフェーズに戻るっていう、いつもの妖精獣のパターンの効果はついてるんだけどね。で、この1番でペンデラムモンスターを、まあ、徐々にサーチしていって、ペンデラム召喚を狙っていくみたいな感じの、そんな構築になってます。で、ペンデラムは、まあ、一応、できるんだけど、メインじゃなくて、メインは基本的に長男、次男、三男のビートダウンになってます。で、相手のヤバそうなモンスターを、怪獣でしょって、で、ガダーラでしょって、で、ガダーラでしょった、モンスターをかまいたちでガダーラ戻して、もう一回ガダーラ使いますみたいな。まあ、そんな感じのね、構築に、今回のデッキはなっております。で、まあ、マホトラップ、結局ね、やっぱりアドバンテージを稼がないと、こういうビートダウンデッキはちょっと弱い。かなと思うので、まあ、雑にアドバンテージが稼げるカードを入れときゃいいんですよ。なんで、強欲で金満なツボ、これエクストラあんま使わないから、まあ、これガン積みですね。で、金満で剣魚なツボも、まあ一応まあエクストラ使わないから、まあ、相性がいいかなと思って2枚ぐらい積んでます。はい、まあ、この辺のドローソースをね、初手では引いて、まあ、合金が一番いいですかね。合金バチコって引いて、で使ってアドバンテージを稼いでいきたいなと、初手からね。はい、で、演武天気で、まあ、好きなこの辺のモンスターを全部サーチできますし、これ主言の容赦、これがやっぱり強いですね。これ毎ターン毎ターン妖精獣サーチできるんで、まあ、3体バンバン召喚していけば、まあ、これが結構強いっていうのと、あと打点アップも意外と課金モンスターで課金モンスター抜けるようになったりするから結構強いっていう、はい、とこれがね、この辺がね、やっぱりね、強い。なんだかんだなんだかんだ強い。まず波紋のバリアね、モンスターいなくなるんですよ。エンドフェイズに全部戻ってくるんで、かまいたちとかカマニたちとかこの長男次男三男は全部手札に持ってくるんで、可愛いからこいつらがね、はい、ご主人のことが好きすぎてすぐ帰ってきちゃうんですよ。なんで波紋のバリア、ウェイフォースで相手のダイレクトアタック時にフィールド上の攻撃表示モンスターを全部戻すということですね。それからイタシカゼね、これイタシカゼも、まあ、フリーチェーンでなんか相手のモンスターを戻せると。あとね、これがね、非常に使いやすくなってまして、これなんでかっていうと、やっぱりこのペンデラムモンスターを、まあ、要はサーチできる、妖精獣サブローカゼでなんか他のモンスター、妖精獣モンスターがいればこいつ召喚したときにサーチできる。基本的にはこのサレン神獣をサーチしてきて、こいつ貼ってあるとペンデラム効果があって、妖精獣モンスターが戦闘効果で破壊される場合にはこの代わりにこのカードを破壊できるよっていう破壊耐性あるんで、まあ、これ貼っといて、
で、まあ、秘技セットしとくと。秘技は、妖戦獣カードが自分のフィールドに存在していて、自分のモンスターゾーンに妖戦獣モンスター以外の表側表示モンスターが存在しなければ、何でも無効にできるよっていう、めっちゃ強いカウンタートラップなんですよね。で、まあ、ペンデラムスケールにカードが貼ってあれば、結局妖戦獣カードがあることになるんで、これは非常に強いと。いうことで入ってます。はい。まあね、戦い方はめちゃくちゃ簡単で、本当にビートダウンしていくだけなんで、多分難しいことないと思うから、まあ早速ね、対戦を見ていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、一体何者なんでしょうかね。ランカー、あ、小悪魔。はい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 、なるほど。すみません、今ちょっとしょんべんみたいな音してるかもしれないですけど、水筒に水を入れてる音です。はい。小悪魔はトラップをめっちゃ伏せる多分テーマなんで、今僕の手札に握ってるこの妖戦獣の羽ぼうきっていうカードじゃないですか。これ最強です。はい、多分これめっちゃ刺さると思う。妖戦獣の羽ぼうきで分からせられると思う。さあ、小悪魔はカモです。チェーンホール、はいはい、いいでしょう。ちょっとさっきまでトゥーン撮影してたから、なんかペガサスみたいな喋りになっちゃうな。チェーンホールはなんだっけ、わかんねえけど、今とりあえずなんかハーピーの羽ぼうきでなんかぶっ飛ばせばいいだろ。で、クラミジア来た。で、クラミジアの小悪魔で、クラミジアとか言ってたらクラリアの小悪魔ファンに怒られるか。すまん、申し訳ないと思ってる。で、ランカの小悪魔いいよ。あ、蘇生できるの強いね。なるほどなるほど、割と強そうな展開してるけど、とりあえず一発かまそ。おはようございます。ご挨拶します。おはようございます。あ、そっか、ランカの小悪魔でなんか、セットを回収してもう一回セットできるかどうか選ぶみたいな。これでハーピーの羽ぼうきケアみたいなね。はい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 、やるじゃないですか。これでサイクロンケアとかもできるわけですね。やりますね。とりあえずそこらしとなんか奈落とかいうなんか激ヤバコンボをされそうでした。危なかったですね。そしてデッキからカードを手札に加えていく。もちろん妖戦獣のカマイタチ、イタチでしょうね。で、ラッシュデュエルするにはこれこっちから出せばいいのか。313313313サブロー33難効果カマイタチ召喚、カマイタチ効果ラッシュデュエル、これがラッシュデュエルよ。三段召喚、三段効果サブロー風を召喚、ラッシュデュエル。そして俺自身の効果を発動、俺自身の効果によりデッキからペンデランモンスターを1枚手札に加えることができる。これは破壊耐性があるサレン真鍮を手札に加えておくか。そして君のモンスターにはお帰り願おうか。こいつは何するんだ。ちょ、打点高えしな、わかんねえ。これ戻していい、これ大丈夫これ。なんかあいつ破壊したらなんかあるとかないよね。ちょっと小悪魔もよくわかんないんだけど、これこうしていい。で、ちょっと小悪魔デッキを作りたいですね。個人的にはすごくね、興味がある。小悪魔が一体どんな動きをしてるのかっていうのがちょっとあんま知らないから。で、長男がダメージを与えた場合の三男の効果発動、三男の効果により秘技でしょうね。はい、このヒーを持ってきてメイン2にセットするのはやっぱりマスターデュエルの醍醐味ですから。はい、で、うん、メイン2ペンデラムスケールに妖戦獣サレン真鍮をセッティング、左側にセッティング、サレン真鍮だけにね。で、カードを1枚セット。これ波紋使わんやろ、相手のデッキ小悪魔だし。今波紋とかいうどうでもいいから多分使わないから、ここでいいや。はい、なんかあんまり炎舞天気とかを使う場所なくなっちゃうかもしれないので、あんまりね、使わないカードだと判断したらセットしない方がいいと思います。妖戦獣はね。はい。まあ多分小悪魔なんで、ワンキル取られることは多分ほとんどないと思うんだけど、まあ妖戦獣の秘技あるし、で、ジーナの小悪魔ね、除外すると何するんですか。魔法トラップゾーンにカードが存在しない場合に墓地のコラボを除外して自分の墓地のホール通常魔法。強っ、ホールか落とし穴をセットできるの。強いね。奈落、めんどいね。クソめんどいやんけ。やるやんけ、なかなか。まあ、とりあえず、モンスターは背負っていこう。はい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 。ポリオの小悪魔。召喚成功した場合、デッキから、手札に加える。全然やばいんじゃないこれ。これ全然やばいんじゃない。
これはもうなんか無効にして破壊しとけばいいんじゃないの。妖仙獣の秘技発動。妖仙獣カードがフィールド中に存在する場合、相手のマジックトラップモンスターの効果を無効にし破壊するカウンタートラップ、ブラン。これが最強なわけですよ。これをサーチできるのがこの妖仙獣の最強の打点ですよね。おっと、肉声ですか。肉声ちょっと怖いですね。三男来すぎなんだよ、お前来すぎなんだよ、三男来すぎなんだよ。まあでも三男から行くしかないんだけどね。で三男召喚成功値効果発動、ラッシュデル行け。妖仙獣のかまいたちを召喚、ラッシュデル。さあどうする、奈落使うか。まあ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 使ってくるだろうな。奈落使ってくるのはいい。そしてあこれ、うこれ破壊対象だ。そういえば最強じゃん。さらに新中の効果で守ろう、強っ。俺のモンスターを破壊されない。そして三男召喚、そして三男効果ラッシュデュエル。あちなみにあの5体召喚すると2ミリ踏むんで気をつけてください。はい、あの5体召喚した瞬間に2ミリ踏むっていうマジでやばいこと起きるんで、あのそこだけ注意ですね、このデッキ。はい、一応ちょっとあの展開は4体までにしといた方が基本的には手札があればね、相手のの方がいいっていう話はある。ちょっと一応トロイメイ以降でもするか。あい多分2ビルさすがに入ってないから相手伏せの方が多分怖いと思うんだよね、俺の予想なんで。相手の伏せをしっかりめに、これはマジであのエクストラ合金のコストだからクソ適当に入れてんだけど、やべえ、あサブローカーで、あーこちらね、かこちらね、はい、クソ適当に入れてんだけど、本当は突き詰めたらもうちょっとトロイメイに行こうとか、あとトルネードドラゴンとか、あとなんだ、あの強い、ま、モンスター、ま、ホープ系とかをなんか3積みとかした方がいいと思うわ、普通だったらね。それ何、あチェーンホールね、 OK。 でバトルフェーズだ、これが妖精ロストトルネードよ。ダイレクトアタック、俺の名は沢谷龍吾。おやっぱ俺ってカードに選ばれてる。さあ反動は合金かぶりちょっと弱いんだよな。合金かぶりちょっと弱いです。化石調査、はい、化石調査、なるほど。まあ今のところまだわかんないけど恐竜かな。いや恐竜デッキ組みたいんだよね。恐竜デッキすげえかっこいい動きするじゃん。組みたいんだけど恐竜デッキやっぱ、まあ、ちょっとアイデアデッキまだわかんないけど化石調査しただけだから。あのねドラゴニックダイアグラム、やべえ、なんかそれめちゃくちゃ強いフェーズ魔法なんじゃないの。俺でも聞いたことあるぞ。なんか俺神竜のなんかやばいフェーズ魔法でしょこれ。違う、アルゴザウルス、あマジのこれ純正恐竜だ。あのね俺ちょっと組もうと思ってあの調べてたことあるんで、あのね効果なんとなく知ってます結構。はい、あのアルコンは普通に昔サンダードラゴンに入れてたし、なのでビビキラサウルスね。でビビキラサウルスは多分まあ破壊されてオビラプターでね、 OK。 でオビラプター効果、レベル4、以下の恐竜族を手段に加えるが墓地の振る効果。いやこいつが本当にぶっ壊れててね、まあ今マスターだとリミットにあの純制限だったと思うんですけども、はい、もともとこいつあれでしたからね、何制限カードにもなってて、まあ、めっちゃ強くてね、こいつから動くあの動きがやばすぎてね、恐竜、まあ、多分これ恐竜神竜なのかな。恐竜神竜って多分ね環境デッキだった、今どうなんだろう、ちょっと今の強さわかんないんだけど、めちゃくちゃ強かった時期あったと思うんだよね。なんかあの大会、世界大会で優勝レベルのそういうデッキだった気がする。リトスアジム、ディザスターだっけこれ、ディザスター出た。こいつはエクストラ破壊するんだっけな、確かエクストラデッキを相手のエクストラデッキ確認してなんかぶっ破するみたいな、やばすぎる効果持っていた。ダイナレスラーパンキャトプス、やばい最強の恐竜来ちゃった。で玉食いオビラプターの効果、アルゴザウルスを破壊して墓地の卵だ、卵を蘇生ね。いやこれいいね、恐竜普通に負けそう。まあ、海中いるからギリで耐えるか。でプチラノドンの効果によってレコードはレベル4以上の恐竜族が、破壊されると特徴ができるっていうね。これなんか何でも、あそうね、リトスアジム、D が出てくる、ディザスターが、でディザスターオベイが、かまされると相手のエクストラデッキを確認してその中からモンスター3種類まで選んで除外できる。やばい、これだってさ、これ先行でこれやられたらさ、なんかその例えば、まあ、俺はそうでもないんだけど今この使ってる時はあのハリファイバーに展開手をってる時とかこれ死んじゃうんじゃない。
もうリトスアジムが出てきた段階でこれかなりやばいと思うけど、こいつめちゃめちゃ強えな、リトスアジムディザスター。こいつは幻霊族なのね。今のところ仲間外れが言ってきますね。で、土炎怪獣どこらまでできたよ。やばやば、強反動、すごい、なんか恐竜大集結みたいな、恐竜大集結かっこ1匹幻霊族みたいな話あるけど、ミセラサウルスの効果で、除外すると、除外した数のモンスターをデッキから特殊召喚できるから、レゴザウルスとミセラサウルスを除外して、これなんかすげえ強そうだな。ベビーキャラか、なるほど。でベビーキャラをぶっ破するとエンドフェンス、はいはい。でベビーキャラぶっ破されるとまた恐竜族が出せるから、ちっちゃい恐竜だな、こっちは。こっちは卵恐竜が出てくるから、これ何が出てくるのこれ。あー、ジャドルクスか、なるほどな。オッケー、まあでも言うて今無効にする効果はないですね多分今。相手のフィールドじゃ無効にする効果ないので、まあ一回ちょっとトリキライナーを除外、いや除去したいですね。トリキライナーを怪獣で除去ってから、あーなるほど、とりあえず怪獣で除去って、トリキライナーだけ除去って、あれガダールを置く場所なんで、え、あ、え、あ、怪獣がいるからってこと、あ、ドゴランがいるからってことか。怪獣は自分のフィールド上に1体しか存在できないって確かテキストだった気がするな。なるほど、そういうことか。いや、うまい、怪獣もケアしてきてやがる、あいつ遊戯王がうますぎるぞ。ちょっと待ってくれ、妖精時の神下ろしの効果を発動していこう。デッキからまず、サレン真鍮とウレン真鍮をセットするしかねえ。サレン真鍮とウレン真鍮をセットしていく。これで一応破壊はされない、妖精銃は破壊されない。で、まあ、ウレン真鍮の効果も発動しよう。もうペンデラムスケール発動して11にしていこう。スケールを11にしていく。そしてそうですね、まあ、カマニたち を召喚。カマニたちの効果発動、カマニたちの効果によってカマミたちを召喚、カマミたちの効果発動、カマミたちの効果によってサブロー風を特殊召喚、召喚行け。結構ラッシュ出る、これ増殖する時期聞かないの強いですよね。不安だれ泉みたいな感じですわ、はい、よし。あ、大爆発許されるか、もしかして。これ大爆発ペンデラム召喚許される、あ、許される、マジ、よっと。より、俺はレベル4から10のモンスターが同時で召喚可能、イエロー魂のペンデラム、天空に駆け光のワーク、ペンデラム召喚、魔妖戦中大爆発、大爆発の効果発動、大爆発の効果によって相手のフィールド上の、モンスターを選択し、そのモンスターを手札に戻すことができる。これによってドゴランと鬱陶しいのどれだ、ダイナスラパンクラトプサーと別にそんな鬱陶しくないしな。リトスアジムかな、これリトスアジム、リトスアジム、ちょっと2800打点めんどくさいから、これこの戻してもらって、戻してもろて、で破壊耐性あるからトリキライナーは効かない、このままバトルだな。ちなみに妖精銃 あのペンデラムスケールの上げる効果を使ったら妖精銃しか出せないっていう効果あるんで注意してくださいね。さあ行きましょう。大爆発でお前のトリキライナーを攻撃、トリキライナーの効果、あ、いいだろ、あ、いいのか、いいのか、あ、それ、あ、そういうことか、なるほど、あ、それはうまいな、なるほどな。じゃあこれで、あいつ妖精銃の効果知ってたな。さては、なかなかやるじゃん、ちゃんとテキスト読んでた民だね、テキスト読んでる系男子。いや、これバウンス持ってきた方が強そうじゃね、ヒギよりバウンスの方が強そう。ちょっと一旦バウンスすっか、はい、ちょっと合金かぶってんの あまりにも弱いけど、まあ、しょうがないね。で、これぶん殴って、おい、で、これぶん殴って、おい、で、ぶん殴って、おい、オッケー、で、メイン2入る、で、あとはもうこのバウンス罠に全てを託して、この全てを託して、で、全員帰ってこい、全員帰ってこい、全員帰ってこい、よしよしよし、いいぞ、よしいいぞ、よしいいぞ、あ、やべ、手札余った、ちょっと待って、やべ、合金セット しとかなきゃいけない、俺今ね。ちょっと戻ってくるの忘れてた。あれ、手札枚数が結構空いてたらめっちゃ手札多くなっちゃうんで、ちょごめんなさい、今のは反面教師にしてください。合金はセットした方がいいです、はい。ロストワールド、やばい、これはやばい、
これは、究極進化まずいな。トークンが存在してると、なんか、通常モンスター、トークン以外のモンスターを対象に取れなくなるみたいな、なんかゲロヤバい効果が発動されて、俺のフィールド、なんかめちゃめちゃにされる可能性があるな。相手フィールドにトークンがある限り、相手はトークン以外のフィールドのモンスターを効果の対象できない。やばい、強い。いや、これはね、めんどくせえな。これ戻すしかねえか。一旦に一度だな、これは。究極電動教授。アルティメットコンダクターテラノとかやばいモンスター来た。で、アルティメットコンダクターテラノはロス、出てきた場合、ロストワードの効果、ジャイアントロックスの効果、いやーもうこれ戻すしかないんだよな、もう。対象に取れなくなっちゃうので、これ戻さざるを得なくて。でもこれ戻したところでまた出てくるの、いや、これ、また出てくるの、また出てくるのやばいな。いやでもここ戻さないとなんかやばいこと起きそうだよね。ジャイアントレックスは出てくるわな。え、これ死ぬ俺。これ死にます。でも相手は、あいつダイレクトアタックはできない。ロストワールド。え、それってさ、あの、カード名して単一とかじゃないの？一ターンに一度しか書いてない。まずい。やばい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 。リトサジマはいい、もういいわ。リトサジマはいい。で、あの、エクストラ破壊するのももういいや、もう。もう破壊されてもいいや。破壊されても最悪じゃねえ。で、ジャイアントレックスとベビーキャラサウルス除外して、アルティメットコンダクターテラノ出てきた。やばい。でも手札がなくなった。で、アルティメットコンダクターテラノが出てきた場合、あ、トークンが出てくる効果は単一じゃないのね。名称指定じゃないのね。なるほど。これそのまま殴ってくんねえかな。これあの、破壊するのを代わりに肩代わりするみたいな効果やめて。やめて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 やめよ。やめよ。やばいな。やばいぞ。やばいんじゃねえかこれ。これロストワールドの効果で、デッキから恐竜族破壊できるんですよね。これデッキから恐竜族破壊されるとさ、なんかプチラノドンとかさ、ベビキャラとかさ、やばいモンスターめっちゃぶっ壊されるんだよね。プチラノドンやばい。プチラノドンの効果で、今度はレベル4以上の恐竜族モンスターが出てくる。オビラプターやばい。やばい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 こと起きてる。これやばいかな。え、これこれ人生終了盤面できる。これミセラ、はい、ミセラね、オッケー。メイン2、なるほど。これは殴んないのか。確かにちょっとめんどくせえな。そこのトークンがずっとあると対象に取れるのはめんどくせえ。さあ、どうすんだこれ。で、ミセラ効果、はいはい、ミセラ効果で、あ、もう今切っちゃうんだ。出すのかな、じゃあモンスターを。はい、ミセラの効果発動。墓地から除外すると、ちなみにこれ、あの、一度もミセラサウルスはあの発動できるんで、あの相手ターンのね、あのメインフェーズとかにね、ぶん投げるとね、あの相手結構困るんですよね。相手とか俺が困るんですよ、これ。この場合だと、あーあーああ、ベビーキャラをぶち殺して、これあれですか、もしかして、あの神聖どどうごらん。一生怪獣ケアすんのやめろ。俺の怪獣を一生ケアするのやめろ。お前はやべえの来た。6000はやばいだろ。6000はやばい。6000はやばいわ。やばくない、この展開力。やべえ、ちょっと恐竜組み足すぎる。で、合金発動で、で、とりあえず6枚。あー、まあ悪くないですね。まあ、天気が来たのは悪くないけど、ただアルコンがあんでな。アルコンですよね。怪獣ケアされてるんで、アルコンリリースして怪獣出せないから、これなんとかして、いやー、これきついかな、これ。いやこれ、まあでも天気で長男持ってきて、長男で戻すって言って言うしか、戻そうって言うしかないよね。まあ、全部裏側になるけどしょうがないか、これもう。全部のモンスターが裏側になるので、まあ、これはしょうがない。で、イタチ召喚から入るしかないんだよな。全部裏側にされるんでしょ。いやもう行くしかないだろ、でもこれ。なんか全部裏側にされる未来しか見えないけど、まあ、でもアドバンス召喚ありますからね、一応アドバンス召喚から戻せんのか。絶対アドバンス召喚までは繋がると思う。裏側にされても効果は無効になってないから。さあ、かまいたちの効果によって、かまいたちの効果でなんか出てくるぞ。なんから知らんの、え、ここで使うの、ここで使うの、マジ早ない。え、それモンスター全部出てきてからでいいのでは。なんか知んないけど、タイだぞ。で、三男召喚しよう。で、三男効果。
3男って三男召喚して次男召喚ラッシュ出る。さあ次男の効果発動、これサブローカーで出しちゃうと意味わかんないこと起きちゃうから、だからこれは、アドバンス召喚じゃない、これトークンリリースできます。あ、できますね、いけますね、行け魔妖戦中大爆発、大爆発の効果発動、大爆発の効果召喚に成功した場合、また特殊に成功した場合、相手フィールド上のカードを2枚選択し、その2枚を手札に戻すことができる。これによってお前のアルティメットコンダクターテラノとお前のディノインフィニティとかいうヤバすぎるモンスターは手札に帰ってもらうぜ、消え伏せろ。そしてあ、ガダラ君出せんの、あ、そういうこと、あ、じゃあアタッカーでよし返した、いける、バトル3300しかない相手、いける、魔王戦中で、うん、で、まあ、とりあえずよ、ミタチも発動して、でミタチ効果、これ何でもいいな、これはなんか何でもいい、これでいいか、で、ほんでお前の守備モンスターは1200しかないな、うん、うん、俺はまだ攻撃権を2回残している、いけ妖戦獣ガダーラでダイレクトアタックなんか勝った、耐えた、神試合や。